オスカー・ヘルナンデスが、救援のスタメンならず、外野部門で4位だった。メジャーリーグ機構は、16日、日時間17日に行われる、オールスター、アーリントンの先発出場野手を決める、最終ファン投票の結果を3日、同4日に発表。ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手はナ・リーグ外野手の4番目で、惜しくも涙を飲んだ。ドジャースで先発出場するのは、指名打者の大谷翔平投手だけとなった。テオスカー・ヘルナンデスは一次投票で213万4971票を得て、ナ・リーグの外野手部門3位で最終投票に進んだ。しかし、最終投票では4位。クリスチャン・イエリッチ、ブルワーズが 21%、ジュリクソン・プロファー、パドレスが 19%、フェルナンド・タティス・ジュニア、パドレスが 15% で上位3つの椅子を占めた。テオスカー・ヘルナンデスも 15% を得たが僅差で及ばなかった。1年2350万ドル、約38億円でドジャースに今季加入した31歳は、2日、同3日、終了時点で打率、254、323打数82安打、リーグ4位の18塁打、58打点をマーク。3日、同4日の4度ころ落ち、ダイヤモンドバックス戦では初回に19号ソロを放つなど躍動している。ファンも、この結果に落胆。間違いなく選出されるべきだ。間違いなく、オールスターに値する、盗まれた、なんでやねん。毎日ポチポチしたのにな、もうちょっとだった、もうちょっとだったのに、投票では選ばれなかったか、選ばれずか、悔しいと SNS にはコメントが寄せられた。投手と控え野手は、選手間投票などで選出され、7日、同8日に、全選手が出揃う予定となっている。そこにテオスカーの名前はあるだろうか。フルカウント編集部。